今のは片手取りで四方投げ。いいか。はい、ナイスタップ。正面打ちで一挙。はい。はい、じゃあカンナと。やることは片手と一緒。また取る手を間違えないこと。相手の足見てくださいね。片手取りと同じ状態の方の手を取れば一緒だけのこと。両手取られてるからこっちかこっちかじゃなくて相手の足見て。させてもらうっていうつもりで素直に受け取ってやってほしいの。でやっていくとこれだけ力入れる、はい、こんなんだったら入るわけやねん。入れるわけがない。だけど実践だったら入れないでは困るわけだわ。でそういう時にはどうするかやったらそれこそ御事がやったみたいななんかやるわけだわ。相手の体勢崩すためにどうしたらいいかとか、それこそ両手取られるんだったらギャンってやってみる、切れ肉とかそういうことやらなきゃできなくなっちゃうけども、稽古としては上がる。で四方投げは相手のこの腕がこういう状態で持ってくるんだよ。これここを決めてこのままでは打てないから相手のこれ踏まられちゃう。相手嫌がったらこれ回れなくなっちゃう。だから入っていくと相手の体勢崩すために俺も決めて入っていくから落とせる。でそれを利用してさっきの中を入る。呼吸がねこの状態でこれも今はこう取ってこうやって入ってたけど、このままこのままこっち入ってこっちになる。これはもうここは利かしてはるから投げれる。で、今みたいに体が入ってちゃえば、これ体ぶつけていけば肘決めなくてもそのまま勢いでパーッといっちゃって、これでもいけれる。はい、次はちょっと変則技です。相手の後ろへ行きましょう。頭ね、ついてないんだけどね、これ。こう入って、こちらに。こっちだけ取らせてて、それで投げる。
ゆっくりやると、はい、出てる方、どっちにしないよ、出てる方を、はい、返していきます。自分の足の前とか落としていきます。と相手の背中が見えてくる、見えてきたらこちらに抜いてきて、そのままスタートしてこれだけ。ゆっくりやるね、ギャーっていくと肩痛めちゃう。はい、とにかく相手の足だけは見ることね。ここでこう持ってっちゃえばもうこういう状態なんだ、相手の後ろそのまま出るはずだから、そこ取りに行くだけ。あるわで、手が切れちゃうとかって言ってるけど、ここでこうやったら切れちゃう。相手にはこう持っててほしいから、そこは手ほどきはしないように、この状態下がるような状態でやれば、あとは下を落とすだけ。正面打ちでこうね、はい、みたいに圧のでかいやつが打ってくると思う。これなんだろう、どうしようって言うの。相手がしっかり打ってくれれば、打ってきてくれるだけ、そのまま。で、今度は、はい、小手返し行きたいです。この状態から。小手返しだけど、突きでも何でもいいですよ。小手返しだ、小手返し。打たれないこと、打たせること。はい、お願いし少し。はい。はい、今のはね、小手返しなんだから、相手の手を取りたいから、これ必ず合わせる。思いっきり振ってくるやつ、こう振らせちゃうと、これはこれでいいんだけど、手が取れなくなっちゃうから、必ず合わせといて、相手が振ってくるのを利用しながら、スタートしてやる。それは返す。今度はね、普通に入る。はい、今日行きます。この状態。で、ここで、こう、本当はダメなんだよ。一挙だったら一挙でしっかりスカーンとここまで落とせなきゃダメなんだけど、相手が強くって落とせなかったら、この辺り。相手が踏ん張って反撃に来るって。こう来たって来たら、こっち絡むって。みんな返す。本当は一挙だったら吐きます。一挙だったらこれ必ず踏み込んでここまで行けなきゃダメ。自分が肘が伸びて相手の体勢崩れるところまで行けなきゃダメなんだけど、なんかの拍子でこっちの起こりが遅くってこいちょっと離れちゃった。相手が力が強くって相手がガンとこっから下から見える振り上げてくる。振り上げてくる力を利用しながらこう持つ、押さえてる肘を押さえる手を相手が上げようとする瞬間にポンとこっちでこっちが入る。相手の力を利用する。はい、ちょっとこれも変則なんだけど、隠居からの、はい、返し技、はい、ありました。